大陸津の母草をクワガタは、高注目、クワガタムシカ、オオクワガタ属、オオクワガタ属の一種であり、オオクワガタの仲間では、中型種である。学名に使用されている、役者とは古代インド神話に登場する、キシンヤ社のことである。体長は、オスが25から53.5ミ、mm、リメートル、メスが24から34.5ミ、mm、リメートル以前は、台湾の津の母草をクワガタと、 同一種と考えられていたが、より大型で、体は太く短く、幅が広く、上羽は光沢が強い。また、30ミリメートル程度のオスでは、内羽がほとんど発達しないことや、メスの上羽の中央部には、縦の筋がないことから、多くの点で異なり、別種とされた。アンタウソウクワガタを小型にしたような体型だが、アンタウソウクワガタのような大顎裏側の、 オレンジ色の毛束はない。ベトナム北部、タイ北部、ミャンマー北部、インド北東部、中国製即数は少ない。本種は長い間ドーカス SP、学名が決まっていない状態を指す。として流通していたが、2010年、世界のクワガタムシ大図鑑の著者である、藤田博士によって、新種記載され、学名は、ドーカストンキンシス・フジタ、2010とされた。 しかし、アンタエウソークワガタのシノニムとされる、種の中に1915年に記載された、ドーカス役者グレイブリー、1915があり、記載に使用された文などを見る限り、ドーカス・トンキンシス・フジタ、2010とされている種と、ほぼ特徴が一致していることから、ドーカス役者グレイブリー、1915の学名が、採用された。学名は、 一般的に一番古く記載されたものを使うため。よって、ドーカス・トンキンシス・フジタ、2010は、ドーカス役者グレイブリー、1915のシノニムとされた。しかし、本種は産地によって異が見受けられるため、近い将来、ドーカス・トンキンシス・フジタ、2010は、足名として使用される可能性もある。ありがとうございます。